ホリエモンの英語を1分だけで評価します。彼の名前聞いたことあるんですけれども、彼の英語聞いたことないから、一緒に彼の英語を聞きましょう。今畜は海先輩です。アメリカン英語のグーグーもし君が元アメリカ人みたいに喋れるようになりたかったら、どうぞ今週の生放送のオンラインセミナーに登録してください。では、動画の方に行きましょう。起立、霊、着席。 I, I want to talk, uh, talk with you about the uh, Japanese ju justice system and uh, also prosecutor problem. So, uh, yeah, um, I was arrested by the prosecutor uh, about uh, 15 years ago. And uh, I, I researched about the Japanese justice system for a long time uh, from the 15 years ago. But uh, yeah, I believed Japanese justice uh, before I arrested. but uh, I totally changed my mind. also you um, because uh, you arrested by the Japanese um, justice system. もういいんじゃないですか ?1 分だけで十分聞きましたよね。ホリエモンさんの英語はどうですかね彼の英語はネイティブですか帰国子女みたいに喋ってるんですかねそれともペラペラもしかして勉強中ですかそれか勉強してない。彼の文法、発音、スラングを聞いて彼の英語を評価しましょう。まず彼の文法ですね。ちょっと 分かりりにくいところがありました文法間違え、るとネイティっっっっててててて言えななないんんですよねね意味ががが通じたたらら、ね、ら文文法法間違っても大丈夫だけどのののミスが多かか話話題が分からなくなってあ何の話してんのえ今質問ですかよく聞くと考えながら喋ってるって感じがするからさ英語慣れてないって気がする。あい、あい、あい、ポーズしてまた喋ってスムーズじゃないからちょっと 聞き取りにくいよねはっきりしてるフレーズで喋ってほしいですねそれでホリエモンさんの発音どうですかねよく聞くといろんな単語が間違ってったんですよね think じゃなくて t h i n k とか言っちゃうとまあ言いたいことが分かってるけどね単語が間違ってるだってうんこパン食べるあごめんね あんこパン発音の目スすると意味がわからない場合あるし違う単語を言ってしまう場合もありますね。本当に発音気をつけないとね。よく聞くと彼の発音がネイティブでもないし帰国子女ではないしね。それで堀江門さんのスラングを聞くと全然なかったって感じがする。自然さがなかったって感じがするよね。スラングを使うと 自然さがあるよね。彼の英語を聞いて、まあ、ドライって感じがする。硬いっていう感じがする。まあ、難しい話してるんだけどね。話題に関して。恋先輩でもね、多分、この話日本語でできないと思うんですよ。チンプンカンプン。でも彼が頑張って英語でこういう難しい話してるんじゃないですか。その動力が結構すごいと思うんですよ。だって本当にね、この話題はカイ先輩に 無理ほんじゃ、ホリエモンさんの英語はどうですかネイティブじゃないんですよね。帰国史上に聞こえないし。ペラペラって言えないよね。コミュニケーション取れてるんだけどね。ギリギリ。勉強中でもないし。勉強してる人だったらさ、もうちょっとスムーズに話すと思うんですけれどもね。久しぶりに英語を使ってるって気がする。そうですね。ホリエモンさんが勉強してないんじゃないですか。正直に海先輩でも勉強してないんだけどね。逆に。だって海先輩は日本語で会話するだけで十分楽しいから。 ホリエモンさんが久しぶりに英語使ってるって気がするよね誰かと 英語で会話するのが慣れてないって気がする。それでもね、動力があるよね。勇気がありますよね。勉強してないって気がするんですけれども、もしね、堀江門さんがこれから勉強するつもりだったらね、絶対上達すると思うよ。だって、英語で動画作るって結構勇気があるよね。ガッツですよね。多分日本人のためにこの動画作ったと思うんですけれども、しょうがなくて英語で話さないといけないって感じがするよね。もし、堀江門さんが これからもっと英語で頑張りたかったらねすぐ上達すると思うねほとんどの日本人が会話しないから英語でそうですね英語で会話するとすぐ上達するんですよほとんどの日本人が教科書を読んでるだけ YouTube の動画見てるだけ全然会話してないだって会話するとなんかキャッチボールって感じがしない 堀江門さんの英語がまあまあって言ってもねコミュニケーション取れてるからね大丈夫だけどもうちょっと練習してほしいですねもうちょっと勉強してほしいですねこうやってインタビューするつもりだったらねじゃあ彼は何の勉強した方がいいんですかねまずそのまま一 いいっぱ会話した方がいいんですよね英語でそうですね本当に本当に本当に会話するだけで十分練習になる会話しないと上達しないですねそれで会話しながら発音とか文法とかそれでスラングその3つを練習しないといけないですね練習ってなんですがまあ リハーサルって感じですね。意識して発音したり、新しいスラングの使い方を練習したり、しっかりしてるフレーズを繰り返して練習したり、誰かと会話しながらね、毎日こういう風に練習したらね、ホリエモンさんが絶対上達すると思うけどね、英語の勉強してなくても大丈夫ですよ。これから、これから I don't want to sound mean to anybody, but it's kind of obvious when somebody hasn't been practicing. The biggest way I can tell is when somebody starts to pause between words in a sentence. Most people that are fluent tend to speak in sentences that are, well, Complete. Mr. Horiemon hasn't been practicing apparently, which is okay. I'm not saying anything bad, I'm just calling a spade a spade. The entire point of these videos that I make is to inspire you to get better, to improve, to feel better. To enjoy speaking English, no matter what state you're in right now. Obviously, these videos aren't aimed for kids, they're aimed for you. Somebody like you who's been studying for six to 10 years and you want to improve. So, to be honest, I would say Mr. Horiyamon's English is probably at the lowest level you could possibly be right now for somebody his age. He can do better, a lot better. Despite his English level, he is communicating. I'm not gonna lie. They are having a conversation. I'm just saying he can do it better, man. That's it. And if somebody does want to get better, there are three practical things that you can do to improve asap. So, Mr. Horiemon, if you're listening and you want to keep doing videos in English, give me a call. I got a few tips that I can share with you. 先輩の3ステップ学学習法にに登録しててくださいい英会話学校に教ええもらなアメリカ弁聞いたことないのやばいだから君が困ってると思うよすぐ上達したかったらアメリカ弁を勉強するべきだと思うから遠慮しないで今週の生放送のオンラインセミナーに登録して一緒にサりを開きましょうこういうレッスン好きですかチャンネルに登録してカイ先輩の後輩になってくださいレビューしてほしいとか言ったらコメントのところに書いてリンクが ではまた今度よろしくお願いします。I think you're younger than in Japan.Maybe.Maybe.You look young.You 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 look young.、Yeah.